します。園田周光さん。自由民主党の園田周光です。私は自由民主党国民の声を代表して新型インフルエンザ対策特別措置法改正案等について質問いたします。新型コロナウイルス感染症により数多くの尊い命が失われました。心よりお悔やみを申し上げます。また療養中の方々、一日も早いご回復を願っております。そして日々最前線で尽力をされておる医療従事者、保健所等の皆さん、介護従事者の皆さん、国民生活を支えるエッセンシャルワーカーの方々に心から感謝を申し上げます。新型コロナウイルス感染症拡大を抑えようと、中国や欧米などでは制約が極めて厳しい都市封鎖や休業命令などの経済活動の制限が行われました。フランスや英国、イタリア、ドイツの一部などでは外出禁止違反者には罰則が課されたと聞いております。一方、我が国では平成24年度に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、密閉、密集、密接、3密となる場面を回避することなどの行動変容、営業自粛、大型イベントの人員制限自粛などを求める要請により、ここまで対応してきました。しかし、自粛疲れも見られるようになり、また感染力の強い変異株も市中感染も確認されております。そこで、我が国におけるここまでの新型コロナウイルス感染症対策をどのように総括しておられるのか、現在の緊急事態宣言による感染抑制効果をどのように見ておられるのか、その上で、今、特措等を改正しなければならない理由をどのようなものなのか、これらの点について総理の見解をお伺いいたします。新型コロナウイルス感染症を抑え込むには、これまで明らかになってきたこの感染症の特性を踏まえた戦略が重要です。このウイルスは無症状のまま、また次の感染へつながるという非常に対処しにくい特徴を持っていますが、一方で3密に加えて大きな声を出す場所のリスクが高いことも分かってきました。したがって感染が爆発してから広範囲に拡大抑制措置を講ずる段階に至る前に、感染しやすい場所にポイントを絞った対応を取ることが有効です。今回の特措改正案では、政府は特定の地域において国民生活および国民経済の甚大な影響を及ぼす恐れがある蔓延を防止するため、蔓延防止等重点措置、いわば予防的な措置を発出できるようになります。そこで、緊急事態宣言の発令と比較して、具体的にどのような状況であれば、蔓延防止等重点措置が出されることになるのか、また、どのような手順を踏むのでしょうか。さらに、蔓延防止等重点措置の区域の知事は、どのような要請や措置ができるのか、西村大臣にお伺いをいたします。平成24年に新型インフルエンザ特別措置法法案が国会に審議された当時、参議院の内閣委員会において、担当大臣から、自粛されるべき期間も1から2週間程度に限定されたものという旨の答弁がなされました。しかし、新型コロナウイルス感染症に対処するには、法案審議時の想定をはるかに超えて、しかも2度にわたり緊急事態宣言が発出されるよう、厳しい状況になった今、この状況を踏まえた柔軟な対応が必要です。そこで、国および地方公共団体は、都道府県知事による要請等が事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、また休業、営業時間短縮などの経済活動への制限要請の実効性を高めるために、
法的な根拠を明らかにした上で一定の支援を講ずべきと考えますが、一方で感染拡大を速やかに抑えるためには支援措置を迅速に行うことも求められます。この点についても西村大臣の見解をお伺いいたします。まん延防止に関わる措置による影響に対して支援措置が講じられる一方、要請や命令による感染拡大抑制のために実効性を上げるために罰則を課すことは先進国においても見られております。ただ罰則については常に抑制的であることが求められます。そこでまん延防止等重点措置時、そして緊急事態宣言時、それぞれにおいてどのような段階を踏んで最後の手段ともいえる行政罰が課せられることになるのか、西村大臣にお伺いをいたします。現在の感染症法では危険度の高い感染症のまん延防止のため都道府県知事は入院勧告や従わない場合の強制的な入院、いわゆる入院措置ができると規定されております。いわゆる入院措置ができ、しかし現状病床が逼迫していることから、高齢者や基礎疾患がある人を除いて軽症無症状は原則地方自治体が要求した宿泊施設あるいは自宅での療養を求められております。ご理解をいただいて療養に努めておられる方々に心から感謝を申し上げます。一方、ごく一部ではあると思いますが、宿泊療養への理解を得られずに要請された方が無断で出歩いてしまった事例、外出を強行に求めることで宿泊療養施設、医療、保健関係者が説得に苦慮した事例も耳にいたします。また感染経路の把握のために保健所が行う積極的疫学調査でも行動疫などの聞き取りを拒否するケースが多くなっております。このため全国知事会も実効性を高める法改正を求めてきました。そこで入院措置や積極的疫学調査等に応じてもらうように一定の罰則を設けることで、誰が見てもこれはやむを得ないというときに限った伝家の報道的な抑止力を持たせると同時に、入院しても心配ないように小さな子どものいる場合は保育支援や介護が必要な家庭への支援など十分なバックアップがなければならないと考えますが、この点についてどのように考えておられるのか、厚労大臣にお伺いいたします。新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち重症化しやすいのは高齢者と基礎疾患のある方々であることが統計的に明らかになっています。高齢者の安心な暮らしを守る上でなくてはならない介護サービスの現場は、感染対策に万全を尽くしつつ献身的に業務に当たっております。介護サービスの現場は以前から人手不足が慢性化していましたが、感染拡大以降は疲労困憊でギリギリの状態です。しかも感染者が出た施設、福祉施設や職員に対する中傷や噂で利用者が急減するなど、風評被害も全国で相次いできました。介護に携わる方々の心が折れてしまいかねません。介護の現場を守らなくて日本の安心を守れるのかと強く訴えてきましたが、政府から令和3年度の介護報酬改定でプラス 0.70% という前向きな対応をいただきました。また特措改正案でも差別の防止に関わる国および地方公共団体の責務が加えられております。これからも高齢化が進む我が国の生活の安心安全を守るためには、このコロナ禍で介護現場を疲弊させ経済的あるいは精神的な基盤を毀損させてはなりません。介護現場でのクラスターを防止するため定期的な社会的検査をぜひとも行っていただきたいと思います。検査体制の強化を含め、政府に引き続き物心両面介護現場を
全力で支えていくという覚悟を総理にお伺いをいたします。最後に、新型コロナウイルス感染症との闘いは、100年に一度の国難といっても過言ではありません。雪に耐えて、梅花麗し、明治維新の石西郷南州王が、維新後の激動の時代を困難に負けることなく、強い心を持って生き抜いてほしいと、甥の正直に呼んで送ったものであります。この言葉を総理にお送りいたします。総理、体に気をつけて、国民のために頑張っていただきたい。先日も野党の先生からエールが送られておられました。我々も全力で支えてまいりますことをお誓いを申し上げ、終わります。菅義偉内閣総理大臣。園田修子議員にお答えをいたします。まずご経歴をいただきましてありがとうございます。これまでの対策の総括、現在の緊急事態宣言による感染抑制効果、特措法等の改正理由についてお尋ねがありました。9月の就任以降、一貫して国民の命と暮らしを守ることを最優先に、日々の感染状況を把握し、専門家の意見も聞きつつ、対策による国民生活やなりわいの影響にも常に思いを馳せながら、適切な判断を行い、必要な対策を行ってきました。緊急事態宣言により、全国の新規感染者数も減少が続いており、まさに専門家の皆さんが急所と指摘する飲食による感染リスクへの対策の成果が現れているものと考えております。今般の特措法の改正は、この対策をより実効的なものとするため、支援と行政罰をセットで規定するものであります。速やかなご審議をお願いをいたします。介護現場に対する支援についてお尋ねがありました。新型コロナへの感染が続く中で、現場で従事されていられる方々が、感染防止に留意しながら、介護サービスを提供できるよう、しっかりと支援を行うことが重要だと思っています。このため、介護施設等に対して、今回の補正予算を含めて、約5000億円の支援を行うとともに、介護報酬改定では、感染症への対応力の強化も踏まえた報酬の引き上げも行っております。引き続きご苦労されている介護の現場をしっかりと支援をしてまいります。また、重症者の発生を可能な限り食い止めるために、感染拡大地域の施設の従業員や入所者などに対して、自主的に国の費用負担で検査をできるようにしており、引き続き都道府県と連携をしながら徹底をしてまいります。残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。西村国務大臣。答弁に先立ち、先ほどの趣旨説明におきまして、緊急事態措置を見直しと言うべきところ、緊急事態を見直しと発言しましたので、訂正をさせていただきます。園田修子議員からのご質問にお答えをいたします。まん延防止等重点措置が発令される状況、その手順、そして都道府県知事の要請や措置の内容についてお尋ねがありました。まん延防止等重点措置を公示するべき状況としては、都道府県内の一部地域で感染が拡大し、
医療の提供に支障が生ずる恐れがある状況を想定しております。基本的には、ステージ3相当での適用を想定しておりますが、一部地域の急速な感染拡大が全県に広がる恐れがある場合などは、都道府県知事と連携して、地域の感染状況もよく見極めつつ判断することになると考えております。また、都道府県知事が政府に対して措置の公示を行うよう要請することができることとしております。まん延防止等重点措置の期間、区域の指定変更にあたっては、基本的対処方針を変更し、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定める必要があり、この際、第18条第4項に基づき、専門家の意見を聞くこととしております。まん延防止等重点措置の対象区域の都道府県知事は、期間、区域を定め、措置を講ずる必要があると認める業態の事業者に対して、営業時間の変更等の必要な措置の要請、これに正当な理由がなく応じない場合の命令等をできることとしております。これらに加え、政令で入場者の整理や、発熱症状を呈している者のものの入場禁止、従業員に検査を受けることの勧奨など定めることを想定しており、営業時間の変更より、私権制限の程度が小さな内容の措置を規定する予定であります。次に、支援措置についてお尋ねがありました。要請に基づいて休業や営業時間短縮した方のみならず、多くの事業者の皆さんが厳しい状況にあると認識しております。新型コロナウイルス感染症による影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図る観点から、累次にわたる予備費や補正予算によって対応してきており、要請に応じていただけるよう、今後も支援を行っていく考えであります。このため、今回の特措法改正案においては、国及び地方公共団体が、新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者等を支援するために、必要な措置を講ずる義務を明記することといたしました。休業要請などを受けた事業者に対する支援を規定することで、より実効性を高めるものであり、必要な支援が行き渡るようしっかりと対応してまいります。また、支援措置を迅速に行うことは極めて重要な課題です。パートアルバイトの方を含め、1人当たり月額上限33万円の雇用調整助成金は、申請から約2週間で支給決定を行っているほか、実質無利子、無担保融資も、売上減少要件を直近1ヶ月に加え、直近2週間でも判断できるように、要件緩和を行うなど、支援の迅速化に努めております。また、中堅・中小企業者への最大40万円の一時金についても、簡素な仕組みで迅速に支給できるよう努めるなど、できるだけ速やかに必要な方々に必要な支援が行き届くよう、不断の取り組みを行ってまいります。まん延防止等重点措置、措置時、その際に、緊急事態宣言の際の行政罰が課されるまでのプロセスについてお尋ねがありました。行政罰である過料が課されるまでは、まん延防止等重点措置と緊急事態措置とで同じ手続きを踏むこととなっております。まず、要請にあたっては、あらかじめ学識経験者の意見を聞かなければならないこととされております。次に、要請に応じていただけない場合は、知事は、特に必要があると認めるときに限り命令を行うことができ、加えて、あらかじめ学識経験者の意見を聞かなければならないこととされております。また、命令の前には、要請の趣旨を文書により丁寧に説明していくこととしております。それでもなお、命令に従っていただけないときに限り、知事から裁判所に対し、命令違反があったことの通知が行われ、非常事件手続き法にのっとり、過料を科すかどうか決定されます。いずれにしましても、まずは要請に応じていただけるよう、しっかりと支援を行いながら、要請に応じていただけない場合にも、要請の趣旨を文書により丁寧に説明し、理解を得ながら手続きを進めていくこととしてまいります。田村憲久厚生労働大臣。園田修子議員にお答えいたします。感染症法上の入院措置および積極的疫学調査についてお尋ねがございました。今般の改正法では、積極的疫学調査や入院措置について、正当な理由がなく対応いただけなかった場合等については、罰則の対象となることとしていますが、まずはご本人の人権に配慮した、
適切な対応が図られる必要があると考えております。その上でご指摘のようなケースについて、患者本人やその家族に必要な介護や保育等の福祉サービスを確保できないために拒否していることが措置の決定後に明らかになった場合等には正当な理由に該当し得ると考えられるため、入院の罰則が適用されないことも想定されるところであります。併せてご家族等への支援については、子どもへの支援に関しては保護者の代わりに養育が可能な親族がいない場合等においては、例えば児童相談所が一時保護所で一時保護を行うこと、他方介護に関しては家族に要介護者がいる方が入院等する場合は、都道府県が市町村の協力のもとケアマネージャー等と連携し必要な支援を行うこと等としております。この際、児童相談所や介護事業所等における感染症対応に必要な費用については、先月成立した第3次補正予算および令和3年度予算案に計上しております。引き続きこうした支援に取り組むとともに、法案が成立した場合には、罰則の適用の具体例や判断材料を示し、ご本人やご家族などの人権や生活に配慮した現場での適切な運用を図ってまいります。